神奈川県秦野市では最盛期を迎えた落花生を収穫するイベントが開かれています。せーの、よいしょ。このイベントは最盛期を迎えた落花生の収穫を観光客に楽しんでもらおうと25年前に始まりました。市役所によりますと、落花生の栽培は秦野市が発祥の地だということです。今年は雨が少なかったにもかかわらず、例年並みの収穫量で、訪れた子どもたちが笑顔で収穫を楽しんでいました。このイベントは来月の初旬まで開かれています。